皆さんこんにちは、ママキュンです。2023年今年もよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。それでですね、大人気のトイレシリーズなんですけども、車内でトイレするっていうので、前回この携帯トイレのご紹介をさせていただいたんですけど、はっきり言ってこれ使いづらかったんですね。あとすぐ壊れちゃうっていうのがありました。で、市販されている携帯ミニトイレは男性がショーで使う場合は問題ないと思うんですけど、女性がショーするときは結構難しかったり、あとどっちみち台できないんですよね。ということで、今回は私が考えた全部すべて100均で揃って安くできて簡単で誰でも使いやすいという車載トイレをご紹介していきたいと思います。それではご視聴よろしくお願いします。はい、こちらが車載トイレです。で、言ってしまうとコンテナボックス 4.5 リットル型、これダイソーで100円で買えます。最近発売されたのかな。ホームセンターにもこういう形で蓋付きのボックスとかが700-800円、1000円以内で売ってるので、もう好き好きなんですけども、とりあえず100円で買えるので、もう私はこれでいいかなと思ってこれにしました。で、白と黒が出てるので、どちらでもお好きなタイプをお選びください。それに、いつものトイレットペーパーですよね。あとペットシーツ、あと消臭ゴミ袋、そしてゴミ袋、黒のゴミ袋、30リットル45リットルお好きな方。はい、そしてこれです。これなんだと思います？これぶつかり防止用の机とか家具の角を子供から守る養生用の発泡スチロールです。これで1本で100円です。それをちょうど真ん中で切ってあります。もう勘のいい方ならお分かりだと思うんですけど、この形最高にぴったりなんですよ。ここに、はいはい、これで車内トイレ、車載トイレの完成です。イエーイ、簡単すぎる。なのでここまでで200円でできます。これ100円で、これも100円で、ダイソーの売り場に置いてあるか、注文すればくださると思うので。耐荷重に関しては本当に安全基準とか何もなく自分でご判断いただければいいんですけど、まあまあな耐荷重はありそうなんで、5、60キロだったら断然問題ないんで、7、80キロの人でちょっと、もしもお試しいただけるんだったら大丈夫かどうか教えていただきたいんですけど、コンテナいろんな形が出てるので、一番強度のありそうなシンプルなタイプを選びました。で、これできちんと体重をかけて座れる車載トイレになります。はい、使い方なんですけど、もうこれまでのシリーズご覧いただいてる方だったら今更説明するまでもないんですけど、ここに置いて、トイレットペーパーちょっと置いておきますね。まず最初に黒いゴミ袋を入れます。で、30リットルのだとちょっとギリギリギチギチになるんですけど、逆にこの前の方を少し上げると、女性の場合飛び散り飛び跳ね防止になると思います。こんな感じで、ペットシーツを外側に向けて折って、中に仕込みます。こんな感じですね。ペットシーツの吸収する面を外側に向けて折り込んで入れます。はい、じゃあ乗ってみます。で、今日はもうトイレしないんですけど、これ家で何回も試して大丈夫でした。全然できます。ちょっと上着かなんか目隠しに、こうやって上着を目隠しにちょっとかけていただければ、もうだいたい隠れてます。で、女性の場合はショーするときはやっぱりちょっと前かがみになって、なるべくこうお小水を下側に向ける方がいいと思います。男の人の場合はこんな大げさなの組まなくても、袋の中にそのまま直接入れていただければいいと思うんですけど、これの何がいいかっていうと、体重を全部乗っけられるんですよ。もうミニマルちゃんとか他の携帯トイレ何が嫌かっていうと、体重がここで
預けられないので踏ん張らなきゃいけないんですけど、もうきついでちょっと台踏ん張る時とか結構長時間になったりするでしょ。あれずっと踏ん張ってるのは相当ちょっと体に負担がかかるな、もう本当に限界の時しか使えないなと思ってて、なるべく手軽にで安心して使っていただきたいなと思ってこの形になったんですけど、こういう使い方するために売ってるやつじゃないので耐荷重的な問題はちょっと保証できないんですけど、私ぐらいの体重は例えば70キロ未満の女性の方とかだったら、まあ、まず割れることはなさそうな強度があります。でここしっかりクッションがあるので非常に柔らかくて座り心地も別にめちゃくちゃいいわけじゃないんですけど、別に長時間踏ん張ってというか、まあ、台してても特に気にならないくらい のクッション性は十分保たれてます。でトイレが終わりましたらこれをくるくるって丸めて、こういうおむつ用のポリ袋か、もしくはピンクのカラーがちょっと恥ずかしいなっておっしゃられる方はペット用は全部ブルーで同じものがあるんですね。でこっちの40枚入りが一番コスパがいいんですけど、これはショーの時に結構ギリギリなんですよ。で20枚入りのちょっと大きめな袋、台をすると結構大きくなってかさばることがあるので、こっちもおすすめです。どっちか一つって言ったらちょっと大きめなこっちをおすすめするんですけど、私みたいにしょっちゅうポータブルトイレ使ってる人はショーはこっち、台はこっちでちょっと使い分けてもいいと思います。例えば朝一番とか、あと下痢してる時とかってこのペットシーツ1枚じゃ吸収しきらないこともあると思うんですよ。で吸収しきらなかったらこうやって余分なペットシーツを1枚2枚ってちょっと追加で投入して、で全部吸わせるようにしていただいて、しっかり中の匂いが漏れないように縛ってもらって、ゴミ袋ですね。でこっちの小さいタイプだとこれショーで結構ギリギリでしょ、ちょっと値段は倍になっちゃうんですけど、こっちの台の方だったら結構大きなうんちしちゃった時でも入るので、こっちも備えておいた方がおすすめです。はい、後部座席で使ってみます。問題なく体重を十分預けられると思います。ちょっと耐荷重については本当に絶対保証できますっていうことはないんですけど、子供だったら、まあ、間違いなく問題ないです。20キロ30キロの子供が使ったところで、まあ、まず壊れたり揺られたりすることはないです。はい、それでどうやって車内に保管しておくかなんですけど、例えば女性だったらちゃんとウェットタイプのお尻拭きとか、まあこれは人によるんですけど、携帯ウォシュレットだったり、あとこれですよね、ペットシーツとトイレットペーパーと、あと消臭ゴミ袋、ゴミ袋、こういうのをまとめてこじゃれた車内に置いても恥ずかしくない感じの袋に入れて、でどこか車内に置いておいてくださいっていう感じで、ね、女性の方が多分衛生的な除菌ティッシュ、除菌ウェットティッシュとかスプレーとかいろいろ入れてセットにして、でトランクルームとかに置いておけばいいと思うんですよ。で女性はトイレきちんと我慢できるし、緊急時でも冷静に対応できるのでこれでいいんですけど、これ男性がやるといちいち広げてトイレするっていうのが結構めんどくさい人が多いんですよね。うちの夫とかがそうなんですよ。なので男性におすすめなのはもうこういうゴミ箱、このゴミ箱に携帯トイレとゴミ袋とトイレットペーパー、あとペットシーツ、はい、もうこれでいいです。めんどくさがり屋でごちゃ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 したくない男の人の場合はもうこういうゴミ箱にこうやって備品を全部ガーッと入れてしまって、で使うぞってなったらバタバタバタって、はい、で使い終わったぞってなったらバタ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 と
いで、これでいいと思うんです。見た目もそんなにこだわらなければ。ワン場所なんですけど、ウェイクの場合だったらこのセンターコンソールのところにポイって置いておけるんですよ。でまあ普通車だったらこっちかなと思うんですけど、ちょっと微妙に邪魔になりはするんですけど、あとねこっちに置くとさすがに結構助手席の足元にいっぱい幅取っちゃうんでちょっと邪魔になるんですけど、でもまあトラックの人とかだったらこのくらいのスペース余裕でありそうですよね。で例えばなんですけど、同じゴミ箱もう一つ用意して、でこっちトイレこっちゴミ箱で2つセットにしておけば、トイレが終わった後のゴミをそのままゴミ箱にポイって捨てて、でこれでどっかゴミが捨てられる場所でゴミを捨てていただくっていうことができると思います。で最近ニュースになってたんですけど、ペットボトルに用意して、でそれを窓からポイ捨てで野山に投げ捨てる方っていう、トラック運転手の方みたいな方がいらっしゃるっていうお話なんですけど、まあ、そういう方は一人で車乗られてると思うので、こっち側にトイレセットを置くスペースあると思うんですよ。もうだからトイレがしたくなったなって言ったら、こうやってすぐセットしてもらってトイレして、でそのゴミをゴミ袋に捨てて、でそれをどっかもうゴミ捨てられる場所に行って捨ててもらったら、本当にこれだけで人に迷惑かけなくなるし、そんな言ってもお金もかからないし、メンテも大変じゃないと思うので、これくらいどうかやっていただきたいなって思います。どうか人に迷惑かけたり自然破壊を起こさないようにお願いします。運転しています。トイレがしたくなったどうしよう。男性の場合はここら辺で携帯用のやつ使ったり、普通にゴミ袋にシャーってしてペットシーツだけ入れ替えてもらえばいいんですけど、ないの場合ですよね。とか体重の大きな方は無理せず後部座席でやってください。今これやってるのは本当にただのデモンストレーションなので、まあ男の人でショーの場合はもうこの袋もいらないです。だからこれは消臭袋は台の時だけ使って、ショーはもうこのままでもまあまあ短時間だったら匂わないと思うので、こうやってください。はい、これで完了です。はい、いかがだったでしょうか。本日は600円でできる男性でも使いやすい車載トイレのご紹介でした。トイレットペーパーだけ金額に含めてないので、お家にあるものを適当に入れておいてください。災害に限らず日常的にトラックの運転手の方とか大変だと思うんですよ。トイレないところ、トイレのない区間、避難スペースに車を止めてもらって、こういうのでトイレをいただけると思うとちょっと安心じゃないかなと思います。信用入りの ペットボトルをポイ捨てするとか、まあ、タバコのポイ捨てもそうなんですけど、犯罪なので本当にそういう人が周りにやってらっしゃるって方を知ったら、この動画を紹介していただくんでもいいですし、本当にゴミの清掃をする人の気持ちになって絶対やめてください。また女性の方が忍耐強いというか、トイレはそんなに我慢できるかなと思うんですけど、それでもいざという時のための備えとして、普通車で座席でできるトイレセットを車に置いておきますと非常に安心感があるので、どうでしょうかというおすすめです。男性はもう見た目とか気にしなければこんな感じで、女性はもうなんか適当に可愛い袋に入れていただいて、
でこんな感じで使い分けをしてください。あのママキャンでは結構トイレシリーズ力入れてまして、というのもあの私自身が40代になってからすごく頻尿で、トイレどこでもトイレができないとすごく心配不安になるんですね。それなのであのこれからもこうアイデアが思いついたらどんどん発信していこうと思うので、ぜひそういうアイデアも知りたいなという方がおられましたら、チャンネル登録をして今後の更新もご覧いただけますと幸いです。いつもペットシーツ100均で10枚入りぐらいのものをご紹介してたんですけど、コスモスっていうドラッグストアでこのペットシーツ、1枚5円ぐらいかな、すごく安いペットシーツを発見したので、あの災害用の備えとして置いておくんだったらこの180枚入りこのくらい家に一つ置いておいてもいいんじゃないかなって思います。今回は車の車載でご紹介したんですけど、あの一人暮らしの男性の方っていうか女性の方でもそうですけど、トイレの備えなんてまあ災害用の備えとか男性の備えとか地震の時の備えとかってあんまりしてらっしゃる方いないと思うんですよ。一人暮らしで1週間このバケツ一つでトイレができるセットっていうのもまたそのうちご紹介させていただこうかなと思います。まあ、あの大した内容ではないかもしれない。あの私のうちのチャンネルのトイレシリーズをもうご覧になっていらっしゃる方だったら、まあ、あの皆さん自分で作れるような内容です。うちのチャンネル車中泊とかキャンプとか、まあ、育児関係、女性関係、トイレ関係、災害への備えみたいな、あのちょっとバラエティに富んだチャンネルになっているので、あの本当にちょっと心優しくてのんびりした視聴者さんとつながっていければなと思ってます。はい、それでは今回もこのような動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。はい、2023年今年も頑張っていきたいなって思ってますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。